はい。皆さん、こんにちは。渡り古市です。では、今回は、新ギレンの野望、逆襲のシャアシナリオ、復活のララ、続きをやっていきたいと思います。ララを歴史介入ポイントで復活させて、シャアで完全エンディングを見ていこうという企画になります。で、前回までにですね、サイド2、サイド4、サイド5、各コロニーに展開していた反連邦組織、これの支援を行って、連邦軍を、ね、撃退したと。さらにサイド3に隣県にやってきたロンドベル隊を撃退したというところまでプレイの方を進めてきていました。今回はその続きになります。いよいよスイートウォーターの、ね、解放作戦を、まあ、近々で行っていくことになろうかと思いますので、サイド1スイートウォーター付近にですね、部隊を今集めつつあるというところになります。この後レウルーラとムサカの開発完了した時点でですね、スイートウォーターの解放作戦、これが実行できるようになりますので、順次進めていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。で、あとナイチンゲールがね、完成してますので、ナイチンゲールに関しては今のうちに改造を行ってですね、まあ、将来シャアが乗ってもらう機体になりますので、しっかりと攻撃力、移動力、防御力上げておきたいというふうに思います。報告します。ジオン共和国政府関係者の力添えにより、総帥の発言力が向上いたしました。この発言力2万は嬉しいですね。ナイチンゲールを改造するのにかなりの金がかかるので、まあ、発言力がかかるので、まあ、この時点でその発言力を得られるというのはむちゃくちゃ大きいかなと、いうふうに思います。ナイチンゲールは今お話したように一度拠点に戻して改造を行っていきます。で、シャアに関してはここで乗り換えを行ってですね、ようやくサザビーにシャアが乗るという場面になります。報告します。ネオジオン艦隊の再編が完了しました。機関レウルーラはいつでも出航が可能です。報告します。ついに我が軍は地球寒冷化作戦を実施するに足るだけの軍備を整えることに成功しました。残すは作戦遂行の足がかりとなる拠点を手に入れるだけです。スイートウォーター解放作戦を提案します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。はい、ここまででまずスイートウォーター解放作戦がね、発動できる状態になりました。さらに、レウルーラに続いて、ムサカ級も開発が完了しましたので、いよいよ戦いがですね、スイートウォーターをめぐる、その制圧戦の方に移っていきそうです。で、その前にですね、先ほど来お話ししている通り、ナイチンゲールは改造してしまいたいので、一旦だけですね、猶予を持たせて、この間にですね、まあ、できればナイチンゲールの改造を完了させていきたいかなというふうに思っています。ここはね、しっかりと改造しておくと後々いいことがあると思うので、やっておきたいというふうに思います。
総帥、緊急事態です。サイドワンへロンドベル隊が接近中です。このままでは我々の存在を察知されてしまいます。部隊を派遣し、ロンドベルの臨検を妨害してください。はい、サイドワンにロンドベル隊が接近しているという情報が入ってますが、すでにサイドワン付近にはね、我々も部隊を展開してますので、これをしっかり迎撃していきたいと思います。でさらにナイチンゲールの、ね、改造をこのターンで行ってしまって、でその中でですね、スイートウォーターの選挙もいよいよ特別作戦として行っていきたいと思います。まず最初にナイチンゲールです。まあ、出力、まあ、攻撃力ですね。さらに装甲、これは防御力。そして水力、これ移動ですね。これをバランスよく上げていって、で、かつ、余ったところで燃料も追加しておきましょう。特に水力、装甲、このあたりはね、アムロと戦うにあたって非常に重要になってきますからね。では、改造を行ったところで、いよいよスイートウォーターの解放作戦、これを発動していきたいと思います。いよいよだな。スイートウォーターへ艦を向けろ。これより我が軍はスイートウォーターへ向け進軍する。連邦政府の圧政に虐げられるコロニー住民を解放し、スペースノイド自治独立の足がかりとするのだ。諸君らの健闘に期待する。戦災により入る場所を失った人々が追いやられた難民コロニー、スイートウォーター、シャアはここをネオジオンの支配下に収め、難民を地球連邦の圧政から解放することで、スペースノイドの支持と連邦を攻撃する大義名分を手に入れようとしたので、スイートウォーターの解放をきっかけに、シャアは歴史の表舞台に舞い戻る。総帥、スイートウォーター住民の圧倒的多数が総帥を支持しております。この分ですと武力を行使する必要はなさそうですな。それは良い知らせだ。艦隊はこのままスイートウォーターへの進路を取る。はい、ここまで各サイド、各コロニーのね、反連邦組織をしっかり支援を行ったおかげもあって、武力行使をせずにスイートウォーターの選挙ができそうですね。スイートウォーターを発信した連邦軍艦艇を捉えました。ロンドベル隊の所属艦と思われます。総帥、ロンドベル艦からモビルスーツが出ています。アムロ、レイ、そうか、よし、レッモビルスーツを用意させてくれ。はい。これで私の命が失われることがあるかもしれないが、アムロレイ、君との決着をつけなければ私が収まらんのさ。アムロレイ撃退戦で、ここからですね、いよいよ完全エンディングを見るために複雑な条件、複雑な分岐点入ってくるので、一つ一つ間違いがないように確認しながら進めていきたいというふうに思います。でまず一つ目なんですけども、ここに現れたアムロレイ、リガズに乗ってるんですけども、これをシャアで撃退する必要があるというところになりますので、早速ですね、シャアの乗ったサザビーを近づけて、これを倒していきましょう。条件としてはシャアでアムロを倒すか、シャアとアムロが3ターン隣り合っておく必要があるようなので、ここは倒しに行っちゃいましょう。もうすでにシャアはサザビーに乗ってますからね。ハマーンごとき女にこの命くれてやるわけにはいかんのでな、よく言う。でさすがにね、サザビーだけだと不安なので、ここは追加でレズ出しておきましょう。であとはですね、デル、ダニー、この辺りも出して確実に仕留めに行きましょうか。もう本当に確実に仕留めるとこういうところですかね。
確実に仕留めて条件をクリアしちゃいましょう。容赦はしないで、まあ大丈夫だとは思うんですが、一応ですね、スイートウォーターに入られても厄介なので、盾となるガザシーをいくつか配置だけしておきましょう。で、アムロレイキをですね撃退すれば、それでこのロンドベル隊は撤退していきますので、無理にこの後ですね攻撃を仕掛けてダメージを受けて損害を受けるというような事態にならないようにしたいと思います。さらにここにいる邪魔くさいジェガン、これ潰しておきたいので、ナイチンゲル出撃させてこれを潰しに行きましょうか。ムサカも出しちゃいましょう。ちょっと贅沢なね使い方にはなるかなと思うんですけどね。で、今回の準主人公にあたるアルパに乗ったララーなんですけども、レベリングが完了してレベル20マックスに到達したので、もうこの中域にとどまる必要はないので撤収しましょう。合流です。ではシャアとアムロ因縁の戦い、ちょっとここは注目して見ていきたいと思います。まあ、リガ髄をここでね撃墜できるかどうかというところですけど、この後格闘が行えるので、まあ潰せるかなというふうには思います。シャアのサザビーが、これレズンがアムロを撃墜したかのようにも言えますけど、大丈夫ですよね。これでね、もちろんシャアで攻撃を仕掛けたんですけども、最後、格闘を入れたのはレズンなので、レズンがアムロキを撃退したことになって、条件を満たせていないなんてことになると、むちゃくちゃ悲しいですけど、まあ、そこは大丈夫かなというふうには思います。シャアのレベルも18まで上がっていたと思うので、まあ、一連のこの戦いでさらにレベルは上がって、おそらく20に到達するんじゃないかなというふうに思います。さらにナイチンゲルもね、今改造が終わったところなので、ナイチンゲールにシャアが乗れば、まあ、無双状態にしばらくはなれるかなというふうに期待をしています。疎水、これ以上はスイートウォーターでの作戦行動に支障をきたします。急ぎお戻りください。了解だ、帰還する。その程度では話にならん。情けをかけるつもりか。そんなモビルスーツに乗った貴様を倒したところで私が納得するとでも思うか。なんだと。総帥、ご無事で。ああ、迷惑をかけた。それよりロンドベルの様子はどうだ。撤退していきます。追撃の気配はありません。そうか、では改めて艦をスイートウォーターへ向けてくれ。はっ。報告します。スイートウォーターの占拠が完了しました。住民に抵抗する様子はありません。総帥、放送の用意が整いました。ネオジオン発足の宣言をお願いいたします。スイートウォーターの占拠に成功したシャアはネオジオンの発足を全世界へ向け宣言した。そしてそれまでの沈黙とは打って変わり、自らの目的について饒舌に語り始める。シャアはメディアを巧みに利用し、連邦政府への不満を募らせていたスペースノイドたちの心情を代弁することで彼らの支持を一身に集めていく。この発言の中でシャアは地上を直接攻撃する手段がネオジオンにあることを明かした。それは地球連邦政府に対する事実上の宣戦布告であった。
ください。スイートウォーターの選挙が完了しています。これ以降総司令官モードに移行ということになります。で、シャーとアムロの様子なんですけども、イベントも済んでいたようなので、懸念していたレズンでアムロを撃墜したことになっていやしないかっていうことに関しては大丈夫そうですね。作戦部より報告いたします。スイートウォーターを配下に収めたことで大規模な作戦を展開することが可能となりました。早速だが、地球寒冷化作戦の準備を進めてもらいたい。はい、直ちに作戦の立案に取り掛かります。報告をお待ちください。はい、これでフィフィスルナ落とし作戦ですね、これが特別作戦として実行できるようになっていると思います。確認だけしましょう。特別作戦、まだないですね。少しターンを進めていくと、ここにフィフスルーナの、攻略戦と、フィフスルーナを地球に落とす作戦、これがね発動できるようになると思いますので、そこまで進めていきたいというふうに思っています。で、舞台の方なんですけども、ロンドベル隊が、これはコンペイト、昔でいうところのソロモンからやってきているので、これはね、撃退をしっかりしておきましょう。さらに、フィフスルダをしっかり、確保するために周辺のコロニーのね、制圧戦も行っていきたいかな、というふうに思いますので、ナイチンゲールを一度このまま進めて、ここに座っているジェガン、これをね、ちょっと潰しておきましょう。邪魔くさいので。というところでですね、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいてですね、次回、いよいよ、完全エンディングに向けて、ひた走っていければいいかな、というふうに思います。ここにいるね、今回の準主人公、ララーも、ここまで目立った活躍できていないんですけども、この後ね、活躍の輪、いくらでもあるかなと思いますので、しっかり戦ってもらいたいというふうに思います。